はい、皆さんこんにちは、大塚ゆいです。前回の、動画を見ていただいたでしょうか。前回1回目の、練習だったんですが、今日は2回目ということで、初めてお母さんと二階堂さんとやらせていただいて、本格的に練習が始まりました。ということで二階堂さん母親役の二階堂です。二階堂みゆきです。よろしくお願いします。やっと娘と会いました。お待たせしました前回は中村さんと、そうです、出たんですね。はい、中村さんにお母さんと呼ばれてやっと可愛い娘に出会えたら、もう感動です。お待たせしました、すみません。はい、ということで、今日はお母さんとの2人のシーンを一緒に変更するということで、その練習の風景も動画を撮ってると思うので、ぜひこの後も引き続き見ていただいて、交互期待、交互期待でお願いします。ではどうぞ。本当に連行してる検査みたいになってるからね。二階堂さんはもうちょっとあるかもしれない。砕けてていいかもしれない。あれはちょっとかわいそうな娘みたいな感じで。なんだろう。目でこの辺を上に押し上げるのを眉間に寄せるじゃん。寄せるんじゃなくて、ここにこう、でこうちょっと上げるようなイメージでやっていくといいかもしれない。
か、あ、今日も、あちょうど最一番最初の来る前、来る前テイクワン、スーパーダメダメボール、ほんとごめんなさいって言うのですね。これがここまで書きました、うん、僕の成果が出たんだ、はい、どうでしょう、あでもだいぶ全然違いますね、なんか、感情わかる。なんか、歩道か。それがね、ちょっと私だって私、いや。これは、確実に。自首してる。これは確実に、あの、お母さんに全力殺されて、万引き。自首しよう。皆さんいかがでしたでしょうか。本日の練習が終わりましたということで、最初と最後のシーンを見比べてたんですけども、ミカルトさんいかがでしたか。抜群に良くなってきますありがとうございます。さすが我が娘という感じです。ありがとうございます。ちょっと引き続きこういう練習を、撮影本番までやっていって特訓して、本番どんな成長が見られるかもぜひお楽しみにしていてください。では引き続き次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。